はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクで、ゆうきさんから、ご注文でマルチパック1つとハイブリッドですね。まあ、面白そうだなと思ってね。確かに面白いと思いますよ。実際こう開けてみてね。知識を増やすというのは非常にいいことですね。ティム・ハダウェイ・ジュニア。ディーン・ウィディ、サボニス、おこぎ、ドンちゃん、インサートですね。で、ハイナンバーが PJ ワシントン、ルーキー。ハーレル、クラウダー、ダンカンですね。あ、グリーンですね。せーの。おお、なんだ。ケンドリックナン。ポイントランキングでもね、上位です。今年のルーキー。ケンドリックナン。で、ストックトン。ベイズリーですね。いいですね。で、ピンクの方ですね。ピンクかも。まずは、ケンバ。ボビー・ポーティスですね。で、その下は、上白い。おお、クラーク。ルーキーです。グリズリーズね。いや、プレーオフ行ったら面白いと思いますよ。クラークは治ったのかな？どうでしょうね。まあ、早めに、怪我にリスト入ってたので、よいしょ。ひょっとしたらもう治ってるかも。ハイブリッドはカードそのままでしたっけ？あ、そっかそっか。取り出しますね。ちょっと待ってね。まずはこれ、レジェンド？あ、トランプか。なんかサインがトランプっぽいなと思って。なんでゴルフだろうと思ったらトランプだ。ね。安倍ちゃんともゴルフね。してましたね。トランプちゃん。ウィリアム・ペン。もう古すぎますね。肖像画ですからね、そもそも。絵ですから。この辺もね。アメリカのヒストリー。シビル王とかそういうのあたりじゃないですか？多分。なんか名前を見たことあります。シビル王とかで。で、こっから多分、3枚メモラ。まずはちょっと、白いですけど、何かの公文書ですよね。それかなんか、まあ、証券とかね。リチャード・ニクソンさん。まあ、ホームページの方でね、この書類は何かとか、画像フルで、掲載されてますんで、ニクソンの、ザ・バー。で、ハイブリッド。の画像のところですね。多分あると思いますんで。リチャード・ニクソン。で、これは何だろう。まあ、これも大統領ですよ。フォード大統領、アメフトやってましたから。有名ですね。これ何だろう。ちょっと待って。なんて書いてある。レリック。ああ、でもなんか背広だね。ボタンが 分かりますね。あ、なんだろう。ポストカードかなんか。なんか変身きた系に写真が写ってた系。まあ、これもね、ザーバーのホームページで。でもこれ、明らかにこの、フォードさんの背広の男でしょ。写真の。文字じゃないですね。大統領、大統領。お、これ、すごいんじゃないですか。最近馬券で有名でしょ？カポネさん。ねえ。
1925年ね、6月14日、アルカポネ、なんかやったのかな？うん。カポネさんね、すごい人っすよね。うん、これも何かとかまでは、あ、ニュースレリックですね。うん、これはニュースレリックと書いてます。なので、この1925年、6月14日にカポネさんが何をやったか。そうですね。バーンなんとか、オブなんとか、TV なんとか、なんかやったんでしょうね。はい。マフィアのボスですね。ドンですね。アルカポネっすよ。はい。ね。競馬関係ないですからね。まあ、多分仕切ってたと思いますけどね。はい。ということでね、なかなかやっぱり面白いですね。アルカポネのニュースペーパーなんて引けないですよね。他のプロダクションで。はい。やっぱ面白いです、これ。はい。ゆきさん、さすがっす。ね。はい。じゃあまたね、ぜひチャレンジしてください。はい。うん。ヨーロッパの人とかあるけど、日本の方とかはないのかな？ね、ナポレオンとかね、ヨーロッパですし、他ないよね。まあマッカーサーとかあるからね、日本語のニュースペーパーとかあってもいいよ。はい、っていう感じでした。はい、今日はもうカポネさんに1票ですね。はい、ありがとうございました。